世界はもともと多様性に満ちていますそして現代社会は国の内外でさまざまな人が生き返り不均一な集団を作り活動することによって成り立っています極めて動的な状況にありますがここに参加するすべての人が公平に扱われ生きがいを持って暮らせる環境を作らなければなりません不当な差別や不公正な格差があってはなりません これは個々の人々にとっての意味で現代民主主義社会における基本的人権の一つです逆に社会側の観点からはこのような多様性の確保が良い社会を実現すると考えられています我々が目指すところは人々の豊かな生活であり安全な国づくりであり文明社会の持続ですまず豊かな生活は 新しい社会的価値をつくるイノベーションによってもたされることが多くそのためのいろいろな知恵の結集が求められ当然人材の多様性が欠かせません次に我が国の安全性を存続させるということを考えれば国際競争力と国際協調力を培う必要があります日本は他国の状況を理解しながらまた逆に 他国に連帯感、共感を持って理解してもらわなければなりません。そのために積極的に世界的な頭脳循環に参画しなければなりません。さらに広く、地球温暖化、エネルギー、資源枯渇、感染症などの人類社会の存続を脅かす深刻な問題の軽減・解決は、いかなる大国であれ、一国だけでは不可能です。 広範な地の統合合意形成とともに政策実現に向けた共同作業が不可欠でここでも人材の多様性確保が鍵になります現在の日本社会は著しく多様性を欠いています端的には年配の男性日本人の価値観で動いてきましたこのままでは国力は衰退し国際的にも 孤立していきますもっと若い人女性外国人を登用すべきですその上で若い指導者の方々にはぜひとも活力ある日本のあるべき姿を描きその実現に向けて邁進してほしいと思います一点強調しておきたいことは多様性を確保するということはそれぞれの相違を尊重することです決して すべてを確立化して同化するのではないということですすべての人はそれぞれの国籍人種宗教などに基づく自らのアイデンティティを持ちます無理やりな同化は無用の内部圧力や対立場合によってはテロさえ生みかねない異なるものに対する寛容が不可欠ですお互いの相違を尊びながら 不足を補い合い、協調して良い社会をつくるという強制の知恵を培わなければなりません。科学社会に住む人には、ぜひパスツールの言葉を思い出してほしいと思います。科学に国境はない、しかし科学者には祖国がある、現代でも深い意味を持つ名言です。